どうも、岡剛です。今日はですね、じゃじゃんと、いつも車載タイムラプスで使っているこれですね。これをね、まあいつもこの辺りにペコって貼り付けて、まあ使っているんですけども、僕のがね、結局ね、まあ基本的に、まあもともとはこうダッシュボードとかの上とかにつける分なんですけども、特殊なダッシュボードのせいかよくわかんないけど、くっつかないと。だからいつもね、車載タイムラプスはまあフロントガラスのこの辺りにねペコってつけて撮っているんですけども、どうにもこうにもね、夏の日差しで、スマホ iPhone がめちゃくちゃ熱くなっちゃうんで、新しく蚊がすごい、ここ閉めようか、まず新しく買い直しました。でね、何を買ったかって言ったら、まあ結局まあ同じようなねスマホホルダーなんですけども、またちょっと別の場所につけるようなやつを買ってみました。画面近いですけどすみません。でね、どうやってレビューしようかな。車の中が狭いから三脚使ってしましょうか。こんな感じでいいかな。どうでしょう、よろしいでしょうか。で早速買ったもの開封です。今回も、ヤフーショッピングで買いました。 Tポイントが溜まっております。開けます。で、まあ、似たようなもんなんですけども、じゃじゃんとこういった感じのクリップ式のねホルダーになるんですよ。こういった感じで、中の方はちょっと車の中だから狭いけどね、開けます。開けます。何も入ってない、これだけ、本体だけで、本体をこれは一応ね、まあいろいろなんかこういう風にタイプ別に分かれてる商品なんですけども、ちょ買ったものは概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければ見てくださいという感じで、ここにここに差し込んで使うという商品ですね。刺さるの？バキって言ったさ、バキって言った、急に折れてないよ、バキって言ったから折れたかと思った。ここに、まあ、こうしたいんだよね。ここに挟むと、あ、結構きついかな。ゴルフ7結構きついかもしれない。一回外してこうつけようか。外してつけてみます。ちょっと微妙かもしれないけど、これ止まらない、止まるか、ちょっとちょっと微妙です。微妙だけど一回ちょっと iPhone 取り付けてみたいと思います。微妙だけどついてほしいな、せっかく買ったから。一応挟む、今インカメでアウトカメラ、あ、いけるね、ギリギリいけそうな感じがします。いけるかな、動くかな、ちょっと不安定だな。ここをグッと締めたらどうかな。近い、若干ね不安定なんだけども、いけるかな、いけるかどうかちょっとやってみましょう。車載タイムラプス行ってみたいと思います。はい、ということでダメでした。もうね、まあ、使い方がね、そもそも多分僕の使い方が間違ってると思うんだけど、一回外そっか。携帯を外します。まあ、使い方がね、間違ってるっちゃ間違ってると思うんですよ。結局、これ、こう、ブリブリ揺れる。揺れる。ここが緩い。
だからまあタイムラプスはねもうこれで行こうかなと思います。友達が買ってたのがね結構良かったんでそれもいいかなとか思ってちょっと違うの探して買おうと思ったけど買ったらまあネットではねなんかナビ用とかナビとかではちょうどいいかもしれないみたいな、確かにタイムラプスとは書いてないんでね、あー失敗した、うん失敗したけどこれも勉強。ちょっと画面がやっぱ揺れちゃう、これがブリ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 なって、まだねこっちでこの辺りガチってつけてガチってつけての方がもうがっつりがっつり動かないような感じなので、まあこれはね、まあ、助手席のこっち側にでもつけてまあ何かに使おうかなとは思いますという感じでね、今回買いましたけども失敗に終わりましたということでね、はい、まあまたでも捨てることは絶対なんでまた別の用途でね使ってみたいと思いますので、はい、ということで終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください。以上、岡剛でした。ではまた見てください。失敗、まあ失敗もね日常あることなので、ではここ以外刺さらないじゃん。